さて、何から始めたものか。うわ、土がなんかベタベタしとるぞ。凍えの減りが著しいな。やはり灰混じりの雨が降ったせいか。ここまで荒れてしまうでは土を入れ替えねばならんかな。土を入れ替えて良くなるものなのですか。いや、今よりはマシになるかもしれんが、土は育てるものなんじゃ。噴火の前に戻れるわけではない。入れ替えたら一からやり直しじゃ。ならばまずはこの土から灰だけを除くことを考えてみましょう。灰だけを、そのようなことができるのか。今こうして土がベタついているということは、灰が雨、つまり水に溶けていたということですわ。水を目いっぱい入れて田を起こせば、重い土は沈み、灰は水とともに流し出せるかもしれません。お主、あっともええの。よし、ではでかい石をどかし、水をたっぷり入れて土を起こしてやろう。よーく耕して土を柔らかくするぞ。
よーく耕して土を柔らかくするぞ。十分じゃろ。ふむ、よく耕せたと思うぞ。いかがですか？おー、かなり良くなったぞ。完全に戻ったわけではないが。もう一手欲しいところですわね。灰といえば、そもそもヤナトは火山の王妃。今の我々にとっては何の変哲もない山でも、昔は火を吹いたと伝えられることは珍しくありません。いずれの地もその灰を受けてきたのだとすれば、何故に作物が育ちやすいところ、そうでないところに分かれるのでしょうな。わしが知るわけがなかろう。確かに、一度でも灰をかぶったら取り返しがつかないのであれば、二つ世のどちらでも全ての作物が育たないはずですね。そうでないわけは、仮に、いえ、しかし、つまり、ところはここでいつまでも立ち尽くしていても線がないのではないか。すみません、私考え始めるといつも。嬉しいぞ、わしらのためにそこまでしてくれて。まことにありがたきことでござりまするな。それでは私は一度都に戻ることにいたします。古書蔵を頼れば何か見えるものもあるでしょう。そうか、わかった。用心して帰れよ。終わり。ほとんど沈んだようじゃ。すっかり良くなった。ミルテの手当てが効いたようだ。そうかそうか、よかったの。それで何か用があるんだろう。東の森の周辺で我が足蜘蛛族のヨモツガミがうろついているようだ。今のところ害はないが、カッパたちが怯えている。またか。火山におったやつなら確か火の海に沈めたはずでは。それで足りなかったとなれば、キャツは火を司る位高いヨモツガミであったことになるか。そうか、やつはヨモツホムスミ。不死の炎で死者の恨みを紡ぎ、新たな死を作り出す。その力、大水地にも比類すると言われるほどの強大な自然神ですぞ。おいおい、この島は一体どうなっとるんじゃ。そんなのがいくつもおってはたまらんぞ。しかし、あやつはそんなに強くはなかったような。す
すでに大水地の支配下にあるこの地では後から来た火の神の力は弱まります。今のところ筋は通っております。すまんな足雲よ、よう教えてくれた。いや、どうということはない。カッパどもやこの峠に類が及ばんよう森を改めに行かねばの。何か食べるますか？何か作るですか？いただきます。
さん。것도 네. 낫죠? 예. なんか作るかや。神様、何か作りすかや。
よしよし、
うじゃ、気持ちよかろう。何か食べるますか？何か作るですか？
終わり終わり。ふむ、我ながら美しき仕事じゃ。早く根付けよ。
は羽根付けよう。何か食べるますか？
純潔の季節じゃ。
何か作るですか？いただきます。Yeah!
実りが減ってしまうんじゃったな。そろそろ水を抜く頃かな。何か食べるますか？何か作るですか？いただきます。
か茎が増えすぎると実りが減ってしまうんじゃったな。そろそろ水を抜く頃かな。
こっちじゃ。何か食べるますか？いただきます。